YouTube チャンネル見ていただいてありがとうございます、今週はですね1年の総まとめっていうところで、今週1週間、365日1週間1年間の、体操を続けたっていう形になります。1年の総まとめです。さあ一番最初は何から始めたかっていうと誤嚥をすぐ防ぐための、アキレス腱伸ばしからスタートしているので今日はアキレス腱を伸ばしていきたいと思います。まずはねぼちぼちいきますよ。膝を曲げたところからつま先を上げていきます。はい、ここでこのアキレス腱ね、ふくらはぎのところ少し伸ばしていく感じ、少しねちょっとマッサージしてあげて、この後膝伸ばしていきますから徐々にね、つま先しっかり上げてこうアキレス腱をしっかり伸ばしていきましょう。はい、反対側もね、はい、つま先上げて、はい、しっかりと、はい、少しね伸ばしてあげて、アキレス腱の方をマッサージしてあげて、これから足伸ばしていきますよ。はい、はい、じゃあちょっと段階に分けてねやっていきたいと思います。足を曲げた状態から両手でもいいし片手でもいいですから捕まえてね、足先捕まえておいて、でこのまんまじわじわと、はい、膝を伸ばしていきます。ね、背中とかよりもここ膝の後ろここね伸びてるって感じがするといいかなと思います。膝が伸びきる人は伸びきらして、大変な人は途中でこう伸びてるって思うだけでもいいですよ。まずはしっかりと伸ばしてつま先を上げてきてくださいね。はい、両手で行ってもいいですし片手で行ってもいいですし、大変な人は片手でヒーってなっててもいいです。はい、これ以上これまず全然楽々っていう人はここから足を上げて、ね、で頭を入れ込んでもらうとより伸びる感じがすると思います。はい、それぞれでしっかりとこのふくらはぎを伸ばしていきたいいただきたいと思います。今カラメラの向こう側でうちのスタッフが膝が伸びなくてヒーとか言ってますね、ぼちぼちで結構です。じゃあ反対側も行きますよ。はい、つま先ねしっかりと上げた状態からじわじわと膝を伸ばしていって、はい、しっかりと膝を伸ばしていってくださいね。両手で行って頭を入れていただいてもいいですし、はい、大変な人は曲げてた状態でもいいんですよ。はい、いる人はつま先ね、こうちょっと上げて頭を入れ込んでしっかり伸ばしていただいてもいいかなと思います。去年はね椅子を使って立った状態でのアキレス腱伸ばしをやらせていただいてたと思います。このふくらはぎが縮んでくるとどうしても膝がこう曲がってきてしまったりとかすると、骨盤が後ろに行ってしまって足を伸ばすとこう後ろ背中が丸まっちゃう、ちょっと年寄りみたいな姿勢になっちゃうよっていうのと、ご飯の飲み込みが悪くなるよ、だからここはしっかり伸ばしておいていい姿勢で座れるようになりましょうねっていうところが大事なところです。はい、お疲れ様でした。